かね、気持ちが重いです。ファン、ナブリンちゃんありがとうございます。サザエさんのじゃんけんの時真似できなかった。あ、みずきちゃんも始まりました。あやん、あやん、おーはは、やない、うふふふふじゃない。来週サザエさんはサザエめっちゃじゃんけんぽい、うふふふふ、あれ今日っけ。最近あんまりじゃんけんまで見ないからわかんないけど、多分多分うふふふです。おはようございます。あーあー、今日の今日はなんかちょっと怯えてる。おはようございます。おはようございます。昨日は何かあったかな、特に平凡な日常だった。平凡な日常が一番。昨日は、あ、外にいることが多かったから多分日焼けしたぐらいかな。それぐらいですね。スメダニーね、やばいよやばいよやばいよ。平和が一番ね。やばいやばい。朝ごはん食べました。何食べたかは忘れた。あ、ピザ食べた。もう寒い、めっちゃ寒い。どこも開けてない部屋。結構大地ありがとうございます。朝はなんだかんだピザが多いかもしれない。あ、昨日あのメール遅れたっぽいよね。焦りを感じるって大正解。焦ってない日はないよ。かわいい、ありがとうございます。どうやってた？ならよかった。あ、画像ちゃんと見れてよかったよかったよかった。でもなんかやっぱり送れない写真もあるんですよね。初見さんありがとうございます。え、ツイッター見てます。フフフフ。フランス姉妹とミーナン来た。あ、ならよかったよかったよかった。あのパンケーキは無理っぽい。やっぱり行ってないですよね。パンケーキはね、行ってないみたい。おえん、ダメだね。あれ本当になんかめっちゃ美味しくて、なんかね、メールはパンケーキが嫌いなのかしらって感じなんですけど。
パンケーキは送れないんだよね。なんかスクランブルエッグとベーコンが乗ったやつを送ろうとしてもダメなんだよ。なそんな容量重いかなって思うんだけどね。そうスクランブルエッグがあれ？その話を知ってるのか？あれ？あれれれれれれ？あれれん、まあ、とりあえず美味しかったんで良いですね。美味しかったので良いです。パンケーキに嫌なのないよ。くしゃみって出ないとさ、すっきりしないよね。すっきりしないよね。すっきりしないよね。あれれれのれん、かわいい、ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。おはようございます。今のくしゃみは超絶我慢した。くしゃみ、くしゃみを我慢した、超えて我慢したやつくしゃみを我慢して我慢したやつです。今のはお花ありがとうございます。やっぱね、なんか青葉と会いたかったもやんなきゃいけないし、それプラス19日のもう19日まで全然時間がないから。でも今週会いたかったと青葉の12周年の方のリハもあるから、どっちにもなんかどっちも中途半端なのがめちゃくちゃ嫌だ。ショールームしなかったら大きい声出してた、ドクションって言ってた。そうなんだよね。よねよね。そう思えばな、まだ今月のセブンティーンの付録まだ学校に持ってきてないんだ早く使いたい。でも学校で使ってる子はいなさそうだったからちょうど良いかもしれない。付録って何が結構あの筆箱とかだとかぶりがちだからさ。でまだみんな多分セブンティーン読んでない、だからかぶんないわ。やったれ、かわいい、ありがとうございます。今月の付録はキルシーっていうさくらんぼのパーカーとかが有名なお店のステッカーと筆箱です。今月のキューガルの風呂、キューガル財布なんだ。あ、そうなんですよ、12周年ね。何名様だっけ、39名様だっけ、見れるらしいのでぜひ応募してみてください。各公演30人ですよ。30名かける13公演。どんなふうなこと、ずっと変わってない、あの透明なやつ、ずっとと透明なやつ作ってる。当選します、頑張ります。でもなんかまだお客さんが家入ってやったのがエコパーですしかなので、わかんない本当に。
かんないって思う。おはようございます。雰囲気だいぶ違ってくるかな。確かに緊張しそう。緊張しそう。てかあれをキャッチフレーズを考えなきゃだよね、本当に。もうなんか渚のイメージ大好き、ずっと聞いてる時期思い出ます。ありがとうございます。ポンポコダンス観客の前に。そう、エコパ以来、エコパが初でもう終わりみたいな感じだったから、あなななな、なあななな、あ、いいねそれ。ポコールはダメなんだって。あらなんなんなん、あらなんなん、あらなんなんなん、あらなんなん、もういいねそれ。候補リアン、リアンからパクりました。ネカちゃんそれ使うのかな。早口対決みたい。トウモロコシネタ歌っとけば OK。なるほどね。でもそれをずっと使えるかって言われたらちょっと厳しいな。ちょっと冬野菜ソング考えなきゃなーって、それも思ってるし、キャッチフレーズも考えなきゃなーって思ってる。なんで案を募集したいと思います。ぜひ。めっちゃさ、これマスク焼きひどくない？これこれそうだよね。だんだん化してくんだけど、ほら絶対これそうだよね。黒歴史になる。確かに。まあこれぐらいさ、まだ子供のさ、おちびの時にやっとけばさ、そんなに、まあ恥ずかしいけど、恥ずかしいけど、恥ずかしいけど、インパクトのあるキャッチフレーズやっちゃう。何があるかね、何があるかね。あ、ってことで言えなかったってことで164日ありがとうございます。ということで、また明日、明日は多分朝やっちゃいます。はい、ということでまたダン、ありがとうございました。ギフトと星投げてくださった方ありがとうございます。コメントもありがとうございます。またダン。
バイバーン。バイバーン。